ロシケ HMV をご覧の皆さん、はじめまして、サンダーフォールでございます。はじめましてということで、サンダーフォールとは何ぞやということでございますが、我々こう見えてメロディックスピードメタル、メロディックパワーメタルを愛してやり続けております。イエイイエイイエイ。もうね、ツーバスは踏みっぱなしだし、ツインギターは記録しっぱなしだし、もう大合唱しっぱなしだし、もうちょっとなんかピロ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 してください。ショルキーでね、動きもあって女の子もいるらしい。で、今回まあ初めて、ローチケイチムさんのコメントを VTR をやらせていただくわけですけれども、はい、なぜ今回私たちがこのような場所をいただいたかと言いますと、ですね、8月25日にですね、我々サンダーホールのファーストアルバム、グロリアス・ア・ニューワールドが、ブラックリステッドさんの方から、ね、発売になります。よろしくお願いします。イエーイ。いつ出るんだ、いつ出るんだってね、本当にサンダーボール、ちょっと前から活動してるんですけども、ようやくここまでたどり着きまして、まあ、そんな今回のアルバムはどんなアルバムかと言いますとですね、メロスピ、メロパワーだけに飽き足らず、ちょっとスラッシーな曲とか、超切ないバラードとか、もっとメロディック、ハードロックみたいな超曲とかがね、たくさん盛りだくさん入っているわけですよ。結構飽きないよね、これは。疾走一辺倒っていうのは、まあ、もちろん好きではありますが、もっとこう、なんかね、アングラのリバースとか、テンポロブ、シャドウスとかね、そういったこうね、なんかね、抑揚だったりとか、いろんなジャンルがある方がね、僕ら好きなんでね、まあそういったことを、まあやっておりますと。まあ、あれですよね、こちらのアルバムは、レコーディングの時は単純だったのかな、これは。そうですね、アルバムの中にですね、The Voice of Waves という曲があるんですけれども、その中ですね、非常に、これバラード系で、重要的な曲なんですが、サビの部分がですね、非常にもともと歌いやすかったメロディーがあったんですけれども、もうレコーディングしてる最中にですね、リーダーの彼がメロディーを変えてきまして、なんと、驚くべきことにすごいキーが高くなっちゃって、あれ元々確か一回元々のメロディーをね、録音したんだよね。あ、そうそうそう、それでいっかみたいな、いっかみたいになったら、なったら違うんじゃね、そうそう、こっちの方がいいんじゃねってなったら、飛んでるなと思って、変えちゃったの。そうそう、したらものすごいね、おい、これ大変じゃねえかってなっちゃって、そんなね、下り顔でボーカルブースからレコーディング終わりましたって出てきた瞬間に、あれ、これちょっとダメだ、変更っつって、びっくりしちゃってね、もうこれライブでやれないけどいいのみたいなね、話もしつつ、やるよなんつって言いながら、ちょっとまあそんな苦労もありながら、撮れた曲なんかもありますので、ぜひね、聴いていただきたいなと思います。そうだね、ジョージ君は。僕はですね、そのアルバム全体的にうちの兄が作ってる曲が多いんですけど、そう、僕兄、そう、そう、お二人ね、兄弟なんですよ。サンダーフォールのシローバル兄弟でギターを弾いておりまして、まあ、曲を8曲作って、曲を2曲作って、2人で1曲作ってみたいな感じでね、やってるわけでございます。あ、ちょっとね、説明を読んでしまいました。さっき、そう、こちらさっき言ったようにいっぱい作ってくるんですけれども、まあ、難しいフレーズばかり、もう、なんじゃこりゃ、いろいろいっぱいこうデモをもらってね、聞いてもなんじゃこれは、あーっていうものばっかり、ただでもね、かっこいいものばっかりなのね。もう普通のこうスイープアルペジオとかピロピロピロっていうやつも絶対普通の音がしないから、そうですね、なんかギターの音じゃないのかなって最初、まだスライド上級が入りまくりしね、そうですね、僕はレスポールなんですけれども、もうあたかもアームがあるような、もうスティーブ・バイカっていう感じがね、ソロがあったりなかったり。あ、スティーブ・バイヤーそのかかねえと思うんだけどな。アーミーのできるのかな。あ、まあ、そうですね。あと聞こえてるけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、技巧派というかね、そういうプレイも多く見られるので、でもちょっと難しく聞こえないんだよ、かなり難解な動きしてるけどね。まあ、ギターはそんなのはある。なのでね、トーディングはもう僕はそこで散々僕の兄にいじめられましたね。そんな話ばっかりやね。じゃあ、そう、
ね、そんなことない。楽器人はみんなね、そんなことないしてるんだよね。そんなことある。ある。最後の取りで、最後の取りで。なんかアステロイドっていう曲が、うん、ジョージの曲で、細野さんの曲の BPM 216。超かっこいいよね。その曲があって、でそれがなんか最初は最後のリフで終わる。最後はもともとはサビで終わるよね。そう、最後なんかそうサビで終わるパッて、なんか足んないなって、なんかスタジオで曲のアレンジをしてるときにそうなって、なんか最後にキーボードソロ入れないってなって、なんか突然スタジオでなんかソロ弾かされたっていう。弾かされたっすけど。いやでもその突然弾いたソロがすごかったんだよね。突然弾かすのにか、ブル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 みたいな感じ。アステロイドって宇宙に行ってしまうイメージを体現するかのような感じじゃない。で、そんなキーボードソロが調子良かったんで、じゃあドラムも何かやろうって言って、最後216でプラスとバババババババってなして、もう本当に宇宙に行っちゃうフィナーレだよ。アルバム中が最後はすごい、すごいな、すごい。もうね、アステロイドはですね、本当に歌詞も非常に多い曲になってるんで、まあ、全部もちろんこれも英詞なんですけれども、私の英語の発音の方にもちょっと注目していただいて、もういいけどね、いいけどね、どうなんですか、それも聞いていただいて、うん、最後まで聞いて、こう最後ダダダッと終わりますよ。今こう皆さんが人を見れる状態になるのは、いろいろ皆さんにはタイトルトラックを分かるんじゃないですけど、これはの、まあ、PV も今公開してまして、はい、YouTube で公開してましてですね、これは皆さん聞けるのですが、こちらもですね、本当ツーバスどころで、なんかもう2分ぐらいツーバス踏まないんじゃないかなA メロの一回し目だけツーバスを踏まないみたいな曲なんで、全部ギターもピロ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 ピっていうのもね、まああるんですが、これの PV 撮ったんですよ。これが、ね、大変だったんですよね。ちょっとね、飯岡の行文店が千葉ですね、行文店というところで、展望台の近くだったんですけども、そちらの方にもね、ホラー店とか、なんか、ビールで持ち込んで、そこでセット組んでやってたんですけども、ね、お客さんとか行ったじゃん。お客様いただいた。別にね、公開してねえから。あ、じゃあ観光地なんで、観光地なんでおばあちゃんとかがめっちゃ来るわけですよ。おばあちゃんおじいちゃんとかが、それがね、ビデオ撮影してる目の前のベンチに座り始めて、もうなんだかすごいことやってるわって感想し始めてさ、ね、結構展望台の上から見てる人がいるもんだ。そう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 、ライブやってるのが感覚で撮れてて結構楽しいし、あるの台風とかなんでかかるかもしれない。今日の流れがものすごく綺麗な空になったよね。なんでだろうね。なんでだろうね。でもその空のシーンだけじゃなくて、このアトリエで、ちょっと絵を描いて、ちょっとノスタルジックなね、ちょっとなんとも意味深なシーンとかもこう交えたりして、ちょっとその辺のメタっていうのもちょっと語弊がありますけど、メタルの硬いイメージとは、まあ、異なるかなと思います。ちょっと爽やかでね、それでも、OK っていうのは全然いい感じで、ちょっと一風変わったものになってるんで、もう別にそれが好きって言っても日焼けしても、もちろんいるんですけど、もうなかなかの、オリジナルではあると思うんで、見て楽しめるものにはなっていると。思います。で、そのリンクがこちら、やりたいんでしょそれ。いや、こっちかもしんないよ。こっちかもあ、まあ、それでいいや。まあまあまあ、リンクありますんでね、ぜひね、こちらもご視聴ください。ファイル欄とかも公開したんでね、よければ見てください。はい、でですね、そんな僕らのこの自信満々のパーソナルのブロイヤスがニューワールドをですね、HMV さんの、オンラインショップで、購入していただきますと、はい、オッケーから本物に、おお、ステッカーが先着でついてきます。イエーイ、はい、イエーイ。女の子が近づくわ。これよくない、ダメさらわれちゃうこれ。ちょっとかっこいいね。オンライン購入で先着ね、お早い者勝ちなんで、ぜひお早い HMV さん、ね、ゲームテレでございます。はい、まあ、そんなアルバム8月25日ご覧になるのを聞いていただいて、その後ですね、もちろんそのレコ発イベントも予定しております。はい、いつだって9月23日土曜日、サンダーホール吉祥寺プレシデントにて
レコ発をやります。これすごいんですよ、メンツが。どんなバンドが出るんでしょう。一バンド目、クリムゾンフレア。二バンド目、アリージェンス・レイン。三バンド目、ガンブリッジ。四バンド目、バスカビル。今回バスカビルさんのダブルレコアツです。そうなんですよ、ね、めでたい、めでたい。で、5バンド目、坂本栄三さんです。すごい、本当にありがとうございます。おかげさまでございます。もう僕らのヒーローですからね、レガシーオブヒーロー。で、6バンド目、我々ファンダーボールがこの6バンドでやらせていただく形になります。ぜひもうね、会場に足を運んでね、我々とソールだと必須だからね、パワーを共有してほしいですね。企画名はちなみにレジェンダリーキングダーン。9月23日吉祥寺クレスケンドサンダーボールプレゼンツサンダーボールバスカビルダブルリリースショーレジェンダリーキングダムに皆さんお越しくださいませ。そのためにはちゃんとね、8月25日朝のグレーションになどを買っていただいて、よく聞いていただいて、聞いていただければと思います。はい、ということで、何か言い残したことはありますか。ないかな。あとはじゃあライブ会場で皆さんお待ちしておりますので、ぜひサンダーボールをこれからもよろしくお願いいたします。お初の皆さんもありがとうね。じゃあステイウェイターイエーイ。